男子テニスの坂本霊、18、イコール IMG イコールが20日、有明コロシアムでプロ転校記者会見を開いた。写真、小田時とが憧れる奔放な振動、ナスカ天心に会って訪ねたこと世界ジュニアランキングで1位になったこともあるホープは、私を見てくださった方々に笑顔になってもらうこと、おプロとしての目標の一つに掲げ、そのためにグランドスラムの優勝を目指しますと意気込んだ。 愛知県出身、かつての西堀慶良と同じく、日本テニス協会元会長の森田正明氏が資材で創設した森田ファンドの支援を受けて15歳から米国に渡り、腕を磨いてきた。今年1月、全豪オープンジュニアの男子シングルスで優勝。9月には全米オープンジュニア男子ダブルスでも優勝した。195センチという上勢を生かした高い打点からのサーブなどを特徴とする。 明るいキャラクターで、コート上では刀を抜く動作を意識した、サムライポーズも披露する。将来的な成長曲線をどうイメージしているか、という質問には、24歳でグランドスラムタイトルを獲得。怪我が一時期ありつつも、1年で見事なカムバックを見せて、26歳で2度目のタイトル。そこで世界ランキングが1位に届いている、というイメージをしていますと具体的に答えた。 当面は現在778位の世界ランキングを1年後の全米オープンの時期までに予選に出場できる位置、200位前後まで上げることを目指す。プロ初戦は9月23日に予選が始まる木下グループジャパンオープンを予定。シングルスは予選から、西寄りと組むダブルスは本戦から、ワイルドカードを得て出場する。内田会。